こんにちは、セレクトショップトーミーです。本日はマルシャデテルのバックタックワンピースをご紹介させていただきます。こちらデザインの特徴としましては、段ボールニットの生地と綿素材の生地を組み合わせた異素材ミックスのワンピースになっております。段ボールニットの生地感は柔らかい風合いが特徴のレーヨンブレンダの段ボールニットを使用しています。段ボールニット特有のスポンジのような柔らかい膨らみ感と軽量感があり、伸縮性も兼ね備えた素材になっています。後ろの部分はブラックだとツイル生地、綿 100% のツイル生地ですね。そしてネイビーの方は綿 100% のデニム生地を組み合わせています。こちらなんと UV カットの機能も入っております。嬉しいですね。そして本当に柔らかくて着心地がいい素材になっております。デザインとしましては、こちらですね、後ろにまずヨークが切り替えてあって、そこからタックが入っているデザインになっております。そして前身頃ですね、ここのサイドも異素材がきれいに斜めに入るようになっていて、フレアなシルエットなんですが、すっきり見せてくれるデザインになっております。首元はちょっと高めのリブになっていて、タートルほどはないですが、上品な首元で着ていただけます。そしてお袖の部分なんですけれども、ここですね、ストッパーがついたお袖になっているため、クッと上げて絞っていただくと下がってきにくいので、すごく使いやすいデザインになっております。丈感は後ろが少し長くなったですね、後ろに流れるようなシルエットのこのくらいですね。私156センチの身長で、ペタンコでも履ける丈感になっております。後ろも長すぎないですし、前はすっきりとした丈感で、ロングブーツ、ショートブーツどちらも合わせやすい丈になっております。そしてこの揺れ感、フレア感がすごく綺麗なデザインですね。後ろはこんな感じです。シンプルですが切り替えがあって、すごく使いやすくおしゃれに着ていただけると思います。ポケットもあるので、本当に1枚で楽ちんで、お手間様になるワンピースです。こちら素材なんですけれども、この段ボールニットの部分はポリエステル 76%、 レーヨンが 18%、 ポリウレタンが 6% のストレッチの効いたですね、とっても軽い段ボールニットの素材。そして後ろの部分はどちらもですね、綿 100% になっております。おサイズはもうワンサイズになっておりまして、ご自宅での手洗いでのお洗濯が可能になっております。お色味は私が着ているこちらのネイビー、そしてブラックですね。ブラックは後ろがツイル生地になっております。こちらの2色でご用意しております。こちらちょっと店頭の在庫少なくなっておりますので、気になられましたらお早めにお問い合わせください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。